第3代カーノック男爵アースキン・アーサー・ニコルソンは、イギリスの貴族、軍人。弟は、庶民院議員、作家として活躍したハロールド・ニコルソン。当時ギリシャ王国駐在の代理講師を務めていた、アーサー・ニコルソンとその妻、メアリー・キャサリンの間に生まれる、ダートマス海軍兵学校を経て、王立海軍に入隊。1908年に発生し、近代ヨーロッパにおいて、 最悪の犠牲者をもたらしたメッシーナ自身の救護活動に参加した校により、1912年、イタリア王冠勲章オフィサー賞を授与される。1913年にイギリス海軍大学校に入学、その後系巡洋艦船隊の参謀将校となり、第一次世界大戦を戦う。フランスでの活動により、1916年にレジオンドヌール勲章のシュバリエ賞を受章。 戦後に、ことこウ勲章と、セイアンナ勲章を与えられる。1924年に、海軍中佐で退役し、その後デボンの治安判事に任命された。保守党の政治家、第四代順弾シャクサーヘンリー・ロープスの娘、キャサリン・フレデリカ・アルバータと1919 19年10月9日に結婚し、女子一人と男子二人を設けた。尺位は、長男デイビッドに継承された。 1952年5月3日、兄、フレデリックの死に伴い、カーノック男爵くらい及び、ニコルソン淳男爵位を継ぐ。ありがとうございます。